お晩です。学校です。今宵もクリスペやっていこうと思います。前回の動画で1701に到達しまして、よっしゃって思ってたんですけれども、あれから敗北で負けに負け続けました。ということで、黒デッキ今まで使ってたんですけど、一旦青デッキ使っていこうかなと思いまして、いろいろデッキをチェンジしてきました。作り変えた青デッキがこちらになっております。マナカーブとしてはですね、1と2をメインに置いてまして、あとは3と4ちょっと置いて、7に気持ち2枚だけ置いております。コンセプトとしましては速攻です。もう1マナと2マナで攻めまくるという作戦でやっていきたいと思います。この7マナの2枚については、まあこの EMP ブラストということで、まあどうしても対処できなかった時にこれで一掃しようかなという考えです。それでは対戦へどうぞ。はい、対戦相手が見つかりました。よろしくお願いします。赤のデッキ、レートが2064。最強すぎますね。まあ、こちらもでも負けてはいられません。手札が137というところで、37はまずチェンジしていきましょう。127、7がまた来てしまう。対戦よろしくお願いします。相手のターンからですが、ターンエンドですか。であれば、こちらはどうしようかな。ゴブリンはまだ使いたくないというのがあるので、マナクリストルを使い、グラシエス召喚してターンエンド。相手は除去カードがありそうな気がするんですけどね。何も出してないところを見る限りまだ出さない。ここはそうだな、あったら攻めのチャンスではあるので、グラシエスを殴っていく。でティアラを1枚使ってカードを引いていきましょう。でこちらは、魔法使いとライトニングボトルが入りました。次、じゃあこの、この魔法使いとグラスバレスタ使っていきましょう。と相手はソルジャーを一気に出してくるスタイルか。なるほどね。3マナこちらにあります。どうしようかな。だったらさっき言った戦法でいけるかな。召喚して、そうだね、マナクリスタルを1枚もらい、相打ち取っていきましょう。でここではね、どうしようかな。ゴブリン出していきますか。せっかくなんで出してターンエンド。これでどうでしょうか。相手のこの2と1じゃこの魔法使いまだ倒せないはずなので、次のターンも行動きっとできるはず。おっと、相手はそれで除去してきたか。うまいところついてきたな。そして除去して、私の手札がじゃなくて盤面がゼロになる。それは少しまずいところ。相手が2112、だったらどうしようかな。こっちはスペル使って、微妙、めちゃくちゃ微妙。甘んじて受けますか。1ダメージじゃないや、この1ダメージを2枚受けますか。一斉にね、1ダメージずつ与えられるスペルが来たらいいなって思ってやったんですけど、おっと、なんだ、4-2？ これ速攻か。なるほど。強いね、それは。こちら5マナになりました。そうか、5マナだけど、結構きついな。抑留出して、ソルジャーで、フェンサーで1枚除去。で1枚カードを引いてターンエンドですね。相手がこの抑留除去されたら結構きついところだけど、なんだそれは、なんだそれちょっと強すぎるな。なんだそれ、しかもパワーアップしてね。再生か。でもこれあれだね、この反撃使えます。で除去できて、しょうがないですね。ここはライトニングボトルを2枚使って、このソルジャーを除去。相手は1枚ですけど、手札がまだ大量7マナということで、まだ攻めの手段が結構ありそうだな。うわ、またスピードアタッカーじゃないっけ、あれ。うわぁ、5-5。それはしんどい。結構きついね。0マナで除去して、
切り1枚出しておきますか。これでターンエンド、時間稼ぎはできるかな、この切りで。攻撃、あ、これ貫通、あ、なるほど、対戦ありがとうございました。強すぎる、手も足も出ませんでした。対戦相手が見つかりました。よろしくお願いします。緑のデッキですね。頑張ってやっていきましょう。クリスペカードはいつもの2マナのやつを選んでいきます。1、2、7ということで7マナが重いですね。7を交換、フェンサー登場、先行か、どうしようかな。雪だるまが来ました。最高です。雪だるまを出してターンエンド。次のターンはこのサンダーフィッシュを出していきたいところだが、相手は何を出してくるか。おっと、あいつか、バジリスク、ドラゴン、あれは結構重いね。こちらは正直ね、こいつアタックして除去したいとこなんですけど、無理だろうなってことで、サンダーフィッシュを召喚して、あ、ライトニングボトルが来たんだったら、まあ、次のターン除去できそうですね。まずこれでターンエンド。お相手は何を出してくる。おっと、除去をしてきたか。そして攻撃してきてターンエンドかな。はい、ということで私のターンになりました。3マナか、まあ、ライトニングボトルは安定でしょう。そして除去して1マナ残りますので、このスペルカードでカードを引いてターンエンドかな。はい、ターンエンド。相手は何を出してくるか。おっと、除去してきましたね、それは。ということで私のターンになりました。これは選ばれし者を出して、こいつを出せばマナクリスタルもらえます。でこいつも出してまたマナクリスタルをもらえます。でここ2枚使っていきましょう。2枚使ってもうティアラもらっていきましょうか。はいはいはい、まあいいんじゃないでしょうか。まあグラシエスと回復カードが来ましたので、まあ仮にこいつが攻撃されてもね、回復ができます。おっと、ホルスの門番が登場、直接攻撃をしてきました。こちら5マナになりましたが、どうしていこうかな。スペルカード使ってライトニングボトルをホルスの門番に攻撃して、そうですね、これで攻撃して、なおかつ一回回復しておきましょう。で直接攻撃ターンエンド。まあホルスの門番やっぱりやれたのはでかいですね。相手はなんだ、あれ再生か。そしてビーストプラス1、しんどいところだね。再生っていうのがちょっとめんどくさい。サンダーフィッシュを一旦出してライトニングボトルが来ました。再生ちょっと芝居ときます。残り2マナ、直接攻撃、攻撃、フェンサーで1ダメージ与えて除去しとき、スペルでカードを1枚引いてターンエンド、いいでしょう。お相手は、おっと、速攻アタッカー来ましたね、グリフィン。ナノスペルは何を使ったんだ、ちょっとわからないけど、毒リンゴが誕生してくる。直接殴ってきましたね。私のライフは12、結構少なくなってきました。三三っていうのがちょっと嫌だのはある。どうしよう、除去していくのもありだよね。ちょっと一旦除去します。ねえ、このグリフィンもやっぱ嫌なので、すいません、一回除去させてください。で攻撃します。でこちらも攻撃の体勢作っていきます。これ次のターン結構攻められるんじゃないかな。相手は卵を召喚して、なんかパワーアップさせてくれましたね、ありがたい限り。これはもう終了です。ああ、よかった、対戦ありがとうございました。